古い川柳にもう一度十七八で這いならいというのがございます。人間というものは生まれまして、まあ五月か六月ぐらいになるとハイハイというものをいたします。お誕生間際になって、それからまあこの立つというわけで、もう一度十七八で這いならいという、その周囲いかんとならばこんな難しいこと言わなくてもいいんです。この間法事に行きましたら坊さんがやってまして、その周囲いかんとなればという、この間覚えたばかりどっかで一度やってみたいと思って誠に申し訳がございませんが、ここで使わせていただきました。十七八になって何もハイハイをすることはないという、でこれは女性のところにこの男性が這います、這っていくという、これをその呼ばいと申しました。これはまあ前々から先へこの交渉をすべきなんですね。で向こうで承諾をして、今夜行くからいいかい、じゃあいらっしゃいよという、これはまあその妥協のができておりまして、これは何事もないんでございますが、中にはその無警告で張っていくやつも向こう行って交渉したらなんとかなるだろうという、これがもうその間違いでございましてね、そういうことはやるべきことじゃないんですが、向こうへ行っていきなりこの談判に及ぶ、いろいろ政治交渉をしてみるが、ついにこれが不調に終わりまして、談判破裂というやつの、今度は武力を持って征服をしようという、向こうもまた武力を持ってこれを反抗いたしまして、我が方に多大な損害を被る、ついに退却のやむなきに至るという、でこういうのは無明縁つける予備は不守備なりという、昔無明縁という傷の薬があったんでございましょうが、無明縁つける予備は不守備なり、よっぽどの傷を予備は死し隠しという川柳もありますが、どうなすったんです。大変な傷ですね。え、どうしたの。やはりつまらないことで、つまらないことったってよっぽど広い傷だもん。まあいいんですね。でこれはあんまり明らかに説明ができませんことで、よっぽどの傷を呼ばいは死し隠しなんという、今はございませんが、昔はこの大棚と申しまして、大きいお商人、ああもう若い方が大勢おりまして、こういうところに勤める女中というものは、これはなかなか大変でございます。あんまりこのツンツンして口を聞いてもルクスポ返事もしないなんて、と嫌な女中だね。あんねんしよ、本当にツンツンしやがって、今度は噛まないからなんかいたずらしてやれよ、なんてんで、変なところであだをされたり何かする、そこでまあちょいと、お世辞の一つも言っておかなければならんというわけで、ところが男てえものは女から優しいことを言われると、あれはことによると俺に気があるんじゃねえか、死ぬなんてんで変なところに気を回して、また間違いができるという、まあ大棚の女中というものはこれは勤めにくいものでございましょうが、まあそれも2人か3人ならば何とか需要に応じるということもできますけれども、30人50人というこれが団体で申し込んでくるんですから、そうどうも団体じゃいけませんで、こういうのはまあ仕方がないからお暇をいただきますというので、これ暇を告げて行ってしまう。さあ女中がなくちゃ困るから、あとにまた頼んで新しいのが来ますが、これもまあ2、3日で、1週間、ひどいのは2日ぐらいでお暇をなんという、
入れ替わり立ち替わりというわけで、そのうちに海に千年、山に千年、里に千年、三千年の功を経て、今度の夕立が降ったら天井しようなんというような、あらもうなかなか、しっかりしておりまして、男なんぞはもう頭から舐めてかかる。上辺だけは大変おとなしやかでございまして、今度来た女中はちょいと渋川の向けたいい女だからなんというので、我先人というわけで台所に自らご出馬になって、談判というわけで、お清どお清どお清ど、あらまあびっくりした、何ですの、調子を張り上げちゃいけない、もう少し調子を低くして、なんかご用なんですの、ご用なんですのったって改まって申し上げにいくいくご用なんで、いえまあまあ、ま、聞いておくれ、私がねこのうちが来年のね3月になると年が明ける、そんなことはどうでもいいじゃありません、年が明けてどうする、まあお聞きなさいってんですよね、私が年が明けるんだ、来年の3月にね、と お店の方ももうそれでいいから、お父さんからお金を出してくれるという、でのれんを分けていただいて、小さい店の一軒も持ち、ま、小僧と女中ぐらいを使ってお前と二人で、ま、暮らしたいとこういう私は気があるんだね、どうだい、いやいけないと、お前がどうしてもいけないというんなら、私だっていろいろ覚悟がある、出刃包丁もありゃなっきり包丁もあるし、どうする、まあ嫌ですわそんな怖いことを言って、いや嫌ってことはないんですけども、ないんですけどもって それがどうなんだ、どうなんだ、どうったってそんなことを急に言われたって私だって困るじゃありませんか、どうせ兄さんがいるんですから私はお嫁に行かなくちゃならないんですが、本当におかみさんにしてもらえるんなら私だって願ったり叶ったりですよ、え願ったり叶ったり、俺は滑ったり転んだりてれことになるんだ、じゃあいいかい、それは本当ですか、本当だよ、ね、だからとにかくお前と末始終は夫婦になるというわけなんだからまあ何事も物には手付けというものだ、ね、お前のところへ今夜行くがいいかい、いやですわ、まあ手付けだなんて、来るの、行きますよ、本当に、本当だよ、行きますよ、大行きだるま、うん、目がたどんに口が片づみてえくらいなもの、きっと行きます、いやですわそんなシャレを言って、じゃあ待ってるわ、本当ね嘘をつくと聞きませんよ、背中の二つもたんと叩かれる程度、まずこの女は俺の方へ札が落ちた点で、これが店へ来て何食わぬ顔をして着せるを出してありがてえや、飲んでんでタバコを飲んで、で他の者が行って引っ張るとこれも受けやる、店の者38人残らず受けこっちの端からこっちの端までありがてえ、何がありがてえんだかわけがわからない、さそんなにいっぺんに受け合ってどうするのかてえと、ああもう向こうはちゃんと心得ておりまして、2階に寝ております、台所の2階に女中部屋がある、昔はあの猿はしごと言いまして軽いはしごがある、で自分が上がってスーッとこのはしごを敷いちまう、はしごがなきゃ2階上がってくることができないてんで、女中の方じゃもう一切構わず安心をしてぐうぐう寝込んでいるが、さあ若い者はたまりません、今夜みんなが寝静まったら俺が行こうというわけで、床へ入るがいなや総掛かりでいびきをかきますね、あの空いびきというやつで、これがもう想像しいのなんの、おやすみなさい、いやおやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、え、いやおやすみなさい、玄度、玄度、もう寝たの？
寝つきがいいねこの人、もう寝ちまったのかよ。よしどよしど寝た、よしど、大変ないびきだねこの人と、上髪だねまるでど、よしど寝たの、おいおいおいバカにしてやる、おいおいだったらクークークだっていびきで返事をしてやるよ。おやすみなさいみんな、え、早く出ないと明日はまた早いんだから、疲れますから早く寝ておしまいよ。みんな出やがる、まるで泥棒ねがサンマを狙ってるよ。誰だ後からくっついてきたんだ誰だよ、私なんだ玄度にゃん、お前さん何をしてるんだ張ってく格好は後ろから見るとあんまり良くないね、どこ行くんだい、どこ行ったって今幅狩り行くんだよ、幅狩り行くのに張って行くのかい、ほっとっていいじゃん、いいじゃねえかってどうして張るの、しびれが切れて立てないから張ってるんだよ、寝ててしびれが切れて私は寝るとすぐしびれが切れるタイプだ、いいじゃねえか人がしびれが切れたって、お前なんだって張ってるじゃん私は真似して張ったって、うん、つまらねえ真似しなくたっていいの、大将お前さん張りながらいびきをかいてるじゃんいびきなんてかきはしないよ、だってカーって痰が喉に絡みながら切ってるんだよ、痰が喉に絡むかい、絡むんだよ、お前なんだってやったじゃん私は真似したよく真似をするんだよ、いやしょんべんに行くんだ、いいや私も行くよ、行かなくたっていい、私も行くよ、私も行くよ、大勢でしょ、ああゾロ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 くっついてくる、どうにもしょうがない、はばかりへ行って帰って寝ます、もう大丈夫だろうてんで一人這い出せと後からザザザザくっついてくる、まるで牛の子を引っ張って出るよ、一晩の牛に15、6たび出たり入ったりして、しまいには一人這い出すとあとはくたぶれて首だけ出してやるまた出たや、豆だねあの人だおいおい松戸またしょんべんかい、今度はうんこだよだだっこなしなぞ、朝店へずらっと並ぶ程度居眠りの競争店ですな、これはどうあんまりざまのいいもんじゃないと、今日は坊ちゃんのお祝いというので店のものにお酒が出ましたが、ああ旦那が気が利いて自分が顔を出していては飲みにくいだろうから、さあさあおやりというので二ちょこ三ちょこ召し上がる程度奥の方へ引っ込んでしまう、さああとは若い者ばかり、こういう時だてんで、ああ飲むわ食うわ、そのうちに酔っ払ってくると俺が一つ歌を、おいよ俺が一つ踊り踊ろうなんてんで、どんぶり場所を叩いてもうカッポレが始まるようになると乱痴さん、そのうちにあっちに倒れこっちに倒れ、魚がしにマグロがついたよう、ゴロゴロぶっ倒れて寝てしまいましたが、あの酔っていうちはそうでもない、酔いの冷め際に隙間からスーッと入ってくる風というものはまことに冷たいもん、うん、ああいけない、うっかり出込んじまった、あらいけねえや、どうもなんだかいい心持ちになったなあと思ううちにスーッと気が遠くなるよ、みんなよく寝てやがんね、今夜えありがたいみんな寝ている中で一人だけ俺が目が覚めるというのがやっぱり縁だね、
出雲の神の引き合わせてやつだよね。俺が約束だけして行かねえもんだから怒ってやがったね。どうしてお前さん約束ばかりで来ないの。来ないのったってしょうがねえ、あのみんなが邪魔をするんだもの。何を言ってんのよ。そんなことを言ってお前さんくたぶれて寝てしまうんでしょ。今夜来ないと引かないわって俺の背中をターンと叩きやがって、叩き方が違うね。惚れて叩くてね痛いように痛くないように叩くねやったな、これ障子だよ。この戸がまたガタ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 音がするんだからな、開けると油がなんか下に引いて音のしないようにしときゃよかったんだ。ゲスの知恵と猫の金玉は後から出てくるなんてことを言う。あ、いけねえ、ガタ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 言え何しろ真っ暗だからな。このうちだったら明かりをスコンと一つぐらいつけとくがいいじゃねえか。なんかあった時不用心だよ。ま、あ、そうだ、え、ここだ、あれ、変だな、これこそ、こんとこに梯子があるわけだ、ないよ。そうだ、森っ子だ、安畜生だ。俺が昼間話をしたらそば行きやがって、くんねみち、え、俺のほういいだってやん。畜生、お前いたずらしてはしごを取っちまえよ。今夜行かなきゃ、行く時はねえんだからな。なんだな、せっかく宝の山に言いながら手をむなしく帰るてえな、残念だな。どうもどっか行く、あっ、暗いからやけに頭をぶつけちゃった。なん、ネズミいらずだ。このうちだって間抜けな、ね、こんなとこにネズミいらずなんてすることはねえんだよ、なんてと小言を言うようなものの、そうだ、ネズミいらずでこれへ手をかけてこっちへ手を伸ばすと蔵の折れ釘、あったえ、こいつに捕まってぐーっとこれで伸び上がって腰巻き足が届けば外から上がれないことはねえ、やってみよう、寄せばいいのに。久しい後に釣ったネズミいらずで木が腐って少し釘が緩んで、そこに持ってきてやっこさんが思い出しているからたまりません。片足かけてぐーっとぶら下がろうとするとビリ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 大変だ、棚が落っこってきやがったから、あら弱ったね、えらいことしちゃったよ、ほら、あ、なんか転がってきやがったことなんか流れてきたいから、なん、あ、醤油醤油次はしっくり消えちゃった。これはいけねえ、だんだんこれは流れてくるよ、醤油がへその脇のおできに染みてたまらねえよ、これと。タクション、カッポレやれやれってから、カッポレ何のやつ踊ったの覚えてたけど、それから先わからない。みんな寝てよ、ありがたいって俺がこの中で一人だけ目を覚ますてのはやっぱり縁だね。え、約束だけで行かないもんだから怒ってやがったよ。今夜来ないと聞かないわよって、俺のほっぺたをキュッとつねりゃ、惚れてつねるのはやっぱり違うね、加減をしてそーっとつねりゃ、え、利口だねあいつは。ね、えこの台所の障子が音がするからちゃんと開けといてくれこういう細かいところまで気がつくんだからな。何しろ真っ暗だから変だな、ここにはしごがあるわけ、誰かいたずらしやがったな。はしごがなきゃ2階上がれねえと思ってやる。そういう時の用心に俺がちゃんと見ておいて、この辺にネズミいらずが、ああありましたね、ネズミいらず、これこう手をかけて蔵の折れ具、同じようなことを考えてる。
今度は向こう側に回ってネズミにだぞをぐっと引っ張ったから片っぽ怒ってるからたまらないムシムシ。驚いた。驚いた。ちょいと手をかけたらガタガタと怒って死体を落っことしたらえらいことになる。いいお前に担いじゃっていいことした。驚いた。おっしゃいけない、おっしゃ。誰かいるのかい、そっちに。源兵衛丼じゃないかい。佐兵衛丼だね。どう、おはよう。何がおはようの。冗談じゃない、おい。なんとかしてくれ、おい。ネズミだと担いちゃったよ。俺は先に担いだよ。お前の方は何事もないだろ。こっちはお前醤油ついがゴロゴロ転がってきやがって。おおもう下地がここのなんだよ、襟元からずっと流れてきて、へその脇のおでき染みてたまらない。ちょいとしゃぶってくれ。冗談だよ。おい冗談を とにかく どうしよう。えどうしよう。下ろそう。おったかだ。たまらない、たまらない。下ろそうったって今は下手に動かしてお前こいつを落っことしたしにはみんな目が覚めちまう。しょうがない、このまんまそっと担いで明日の朝ね、ゴンスケが早く起きてくるからいくらかやって釣ってもらうから、それまで担いでよ。大変だね。どう重いね、これはまた何が入ってるか知らねえ。重たいね。俺はさっきから担いでんだから肩がめり込みそうだ。重いてんで二人だんだん声が大きくなる。これを小僧が幅刈り行って目を覚まし、この聞きましたんで、店のもんでも起こしゃよかったんですが、旦那大きな座り、旦那はいはい、何です、どうしたんだ。え何だい。大変の。何大変だ、また喧嘩だろう。しょうがないな、どうも酒を飲む程度気が荒くなるんだから。喧嘩じゃないんです、泥棒が入ったんです。何を言ってる、寝ぼけちゃいけません。 寝ぼけたんじゃないの、本当なのね。今はばかり行こうと思って台所の脇を取ったの、なんか重いものを担ぎ出してる、ね、二味らしいんだけど、これはどう、重い重いついてる。こういうめでたいことのある晩はそういうものがよくかかるもんで、ね、誰一人として気のつくものはない。お前がそうして私を起こしてくれたのは偉い、感心。お前は早く出世をしてやる。え、何やったの。じゃあ明日番頭に。そうはね。千代丼起こしましょう。千代丼起こしてどうする。今朝ね、のれんぼを振り回してえばってましたよ。この頃は剣術がうまくなったらって言ってましたからね、泥棒引っ張られて踏んじまっちゃう。バカなことを言いなさい。台所へ入ったんだ。まあまあ、うちから縄付きを出すものなんだから私が行ってみてやる。旦那の方では泥棒を逃がそうという了見でぼんぼりへ上がりをつけます。後から来なさい。お前は先に出て怪我でもするといけない。後から来なさい。他にはいい上がりが、あ、いけねえ、旦那が入ってきたよ。あったらこれ一人じゃないな、これえらい。なんだ、源兵衛に騒げ。何をしてんだ。クク、バカ野郎、そんなものを担いでいびきをかいてるやつがある。何をしてんだ。引っ越しの夢を見たんでございます。ありがとうございます。どうぞお忘れ物のございません。お静かにどうぞいらっしゃいますよう、ありがとう存じます。